ペポーラ先輩何喋ってるんですか作業中。ペポーラはたわいもない話してくるけど、最近の雑談のテーマは、あの、人間について。人間について病んでるんですか病んでるもしかして。病んでんじゃない違う違う。いや、病んでるよね、あんたたちはさ、絶対に、ちょっと気に、うん、あの、気になるはずなのに、あれペコなんだよ。ミスが、見逃してることがあるペコなんだよ。本当に。なんでペコラたちは目があるのってまず話じゃん。でさ、うん、病んでるよ。いや、めっちゃ病んでんじゃないペコなの。ちょっと心配になってきた。え、じゃあ聞いて聞いて。それでさ、はいはいはい、え、普通に目があって、今こうやってパソコンとかマイクラの画面って見えてるわけペコじゃん。うん。でも、それって、どこで見てる？え、目から映したものを、どうやってペコーラたちはこうやって表示させてるのかなっていう。わかる？言いたいこと。それ配信で話してるんですか？え、そう。え、何聞いてんのマジで。哲学の話か。なんかの、え、それは脳みそが処理して映してるんじゃないんですかとか、そういう話じゃなくて、なんかその哲学的な意味で、そうだから脳ってなんかすごくないとか、うん、え、だからその、うん、なんでペコーラたちは、え、しかも目ってなんか赤青緑のなんか三大原色のセンサーはあるペコなんだけど、だから黄色とかって実は本当はあの見えてないのに見えてるらしいペコだよ。センサーが、黄色のセンサーなんてないのに、だから見えてて、なんか不思議なんだね、体はっていう話をしてたの。ああ、なるほど。あれ、疲れてるから、まあ、体は神秘、なんかもう神秘だよねみたいな、なんかそんな感じですか？そうそうそう、人間の体とか動物の体って、不思議ペコだよねって話を先にしてるの。なるほど、なるほど。いや、やばくはないような気はします。そうペコだよね。だって、クマさんもう黙ってんだけど。おい、黙んのやめろ。黙んのやめろって途中からごめん。もう途中から興味ない。